しばしば頭がいいとモテると聞きますがやはり知性が高いと異性に魅力的に映るものなのでしょうかそうなんじゃないですか僕はあの分かりませんがあのー、ねだって同じ人の頭が良かった場合と頭が良くなかった場合っていうものの比較対象実験っていうのは現実的にできませんがでもん魅力的に映るものだと思いますだって あのね、それこそいろんな能力値っていうのが人間にはあってそのうちの一つじゃないですか頭の良さっていうのはそれは当然ね高いに越したことはないでしょうしその他のね、まあ、パラメータ他の能力値と比べてまあもちろんまあ比べてっていうものではないんですけどその少なくとも後天的に 身につけられうる,るものじゃないですか。頭がいいっていうのは。だから、その、なんて言うんだろうな。頭がいいっていうことは、すなわち、それまでの人生において、まあ、何かね、ね、えー、勉強に熱心取り組んだ。だったり、教養を身につけるような、こう、いろんなね、えー、情報収集だったりっていうのをしていた。っていうことだと思うので。そういう、こう、生き様自身に魅力、 が宿るのかなっていいう,うに僕は思いますね、はい、そんな感じでしょうか。ですね。まああくまで僕の主観なので実際問題どうなのかは分かりません。ってううな感じでお疲れ様でした。